アイデアロサウルス科は、モササウルス科に近縁な半水性のオオトカゲの音が、独立した単系統群とみなす研究者がいる一方で、基盤的モササウルス上下の付属群とみなす研究者も、おり、彼らがモササウルス科へ繋がる系統の最古の生物である、ことが分子及び形態学的情報から示されている。アイデアロサウルス科には二属二種が含まれると、 解釈されており、その二族は、アイディアロサウルスとペティオサウルスである。アイディアロサウルス化が独立した軍ではなく、付属軍として扱われる場合、関係性が不明瞭な他の多くの基盤的モササウルス、浄化もアイディアロサウルス家に割り当てられる。この例には、コメンサウルスやハーシアサウルス、カルソサウルス、ダラサウルスが挙げられ、果てには、テティサウルス赤といった。 モササウルス科全体も含まれる。死を持つモササウルス類という用語が、モササウルス科の原始的な種に言及する正式な用語である。アイディアロサウルスダルマティカスの生態復元、アイディアロサウルス科は、太古のテチス海の旋回環境に生息しており、化石はクロアチアからのみ発見されている。頭骨は、派生的なモササウルス科と類似するが、頭部から、後方は、 地上のトカゲに遥かに類似する。アイデアロサウルス科の体系学と分類学は物見をかしており、複雑な歴史をたどっている。初期、モササウルス上科と通常、アイデアロサウルス科に含まれる二族の関係は、徹底的に再記述されたものの、アイデアロサウルス科の立ち位置は依然として、確立されていない。ダチョックコールドエルでは、 オペティオサウルスはエイジラサウルスブッチチアイディアロサウルスのジュニアシノニムに指定され、両者がごく近い関係にあることが提唱された。彼ら自身の解析は結論を強く支持するものではなく、皇族の研究も同様である。事実、マジェ・アンド・カウデの解析では、派生的なモササウルス化と比較して二族が必ずしも互いに禁煙ではないとされた。これは、 オペティオサウルスが有効な属であると主張するだけでなく、アイディアロサウルス科の探検等群としての有効性に疑問を呈している。ありがとうございます。